いよいよ明日、令和3年度行政書士試験です。僕は日大文理学部3号館。この通り、12時20分に集合となります。余裕を持って45分前には到着する予定です。筆記用具などもすべて用意して、明日持っていくカバンの中に入れておくようにします。あ、そうそう、ここですね。この体温測定結果など確認表っていうのがあるので、明日忘れずここの項目埋めていかないといけないですね。ちょっとこれまでの受験と違うのかな？どうなのかな？コロナショック以降こういうのが必要になったんですかね？ついつい忘れそうなので、これはもう枕元に置いて寝ようと思ってます。この後はもう一頑張り。とは言っても1時には寝る予定で、あと1時間ちょっとですが、最後の復習をする予定です。今日はですね、レックの6回分の模試をやり直し、それから他のテキストもこれまでどういった問題集とかで間違えた箇所を再度見直しました。明日の起床は、ちょっと遅いかもしれないですけど、8時ちょい前ぐらいを予定しています。そこから1時間半から2時間できればいいかな。それぐらいちょっと勉強して家を出る予定です。振り返るとこれまで長かったようで短かったですね。あっという間でした。いろんな意味でがむしゃらでした。僕はいつもそうなんですが、資格試験勉強はいきなり問題を解き始める独学方法で、むちゃくちゃなやり方なんですね。だから最初はちんぷんかんぷんでしたが、少しずつわかるようになると勉強が面白くもなりました。時間はかかりましたが、なんとかね、ここまで走ってこれました。僕は動画で繰り返しお伝えしていましたが、明日は何が何でも必ず受験会場にたどり着き、絶対に受験をします。終了時刻、最後の最後まで諦めず、僕は挑戦することをここに誓います。たとえどんな結果になろうとも、言ったことは最後までやり抜き、合否も公開処刑。必ず動画でちゃんとご報告します。落ちたらね、笑ってください。もうバカにしてください。でもね、僕はね、必ず受験します。明日。絶対に逃げません。最後にね、なんて言うんでしょう。こうやって試験を受けることができる。そのこと自体に感謝してます。あと13時間後ぐらいですかね。受験生の皆さん、一緒に頑張りましょう。今日は寝る前におまじないをかけます。きっとやれる。必ずできる。絶対合格。もうね、おまじないでも何でもね、ここまで来たら関係ないと思ってるんですね。僕、占いとかそういうのは一切信じないタイプなんですけども、神様とかね、そういうんじゃなくて、もう自分を信じて頑張りきろうと思います。この動画を見てくださってる受験生の皆様方、自分を信じて頑張ってください。きっとやれる。必ずできる。あなたは合格する。今日はゆっくり休んでくださいね。では、おやすみなさい。以上、カズでした。See you!